はい。今日は現代社会第7回目の授業となります。今日は3、近代科学の考え方というところを学習していきます。え短縮授業が始まってまいりましたが、短縮授業の方では主に復習がメインとなります。なので引き続きえクラッシーでの授業課題というのが大変みんなにとって重要になっていきますので、え今日も頑張って学習していきましょう。 はい。それでは今日も前回の授業の復習から簡単にやっていきます。前回は宗教と人間、宗教とは何か、仏教、キリスト教、イスラム教について学習しましたよね。三大世界宗教覚えてますか仏教、キリスト教、イスラム教でした。仏教の階層はインドのゴータマシッタッタ、ブッタとも呼ばれる人。そしてキリスト教の階層はイエス。 イスラム教の開祖はアラビアの預言者ムハンマドと言われていますそして三大世界宗教とは別に民族宗教というのもありましたこれは日本の神道であったりユダヤ教などが民族宗教にあたりますはいそれでは早速今日の授業に入っていきます今日は3近代科学の考え方というところです人間中心主義知は力なり 機械論的自然観と近代科学この3つのお話をしていきます今日のポイントは人間中心主義は私たたたち人類に何をもたらしたのかというのを考えることです、はい、それではまず人間中心主義1つ目のお話からです教科書は44ページ45ページ要点サブノートは26ページ27ページを開いてください はいでは人間中心主義について私たちの生きている時代はどんな時代かと一言で言うと人間中心主義の時代と言えますえつまり人間の理性を信頼する合理主義に立つ時代ということです、うん、ちょっと分かりにくいですよねはい理性とは本能ではなく自らの考えや判断で行動すること そして合理主義とは、理論や理屈に基づいて、最も無駄のない選択をしていく考え方のことです。人間は理性を持っており、理性を正しく用いれば、正しい知識を得て正しく生きられると考えるのが、人間中心主義の時代なんです。はい、では、なぜそんな考え方になったのでしょうか。はい、それは、少し前の時代が信仰の時代だったからです。 はい、えあらゆることは神様を根拠に説明がなされていました、えー、神様がこう言っているからこうなんだということで片付けられていたんですよねはいしかしそんな時代も通用しなくなってくるわけですえ教会の権威が失墜、まあ、衰えていって神様が神様がというのは通用しないということになりました はい、その結果それなら自分たちで何が正しいか考えようという当たり前のことに気づいたんですはい中世の考え方は神学的な思考神様がこう言ってるからこうなんだというような考え方がなされてましたソクラテスやプラトンアリストテレスなど知の追求やイデア理想論現実主義っていうのがありましたよねそれから時代が経つと近代の考え方 科学的な思考に変わわってくるわけです例えば感覚に基づく経験を重視する経験論であったり知性による合理的推論を重視する合理論などが出てきます。今日はこの近代の考え方科学的な思考のお話になっていくわけです、はい。14世紀頃から人間の尊厳という考え方が育っていきます。 14世紀頃から古典の研究を通じて人間性を捉え直すルネサンスが起こりますルネサンスとはフランス語で再生の意味を持ちますはいそして宗教改革なども起こります教会の権力に従うのではなく聖書を通じて本来の信仰を取り戻そうとする動きが広まっていくわけですこれはルターやカルヴァンが指導していきますねえー、教会よりも 聖書を重視しようということで、えー、キリスト教が、ね、枝分かれしていくんですはい、えー、キリスト教の宗派についてですが、えー、前に簡単に説明したんですけれども、まあ、今日は、えー、宗教改革について話し,していきます、はいえー、まずキリスト教は正、えー、教会とカトリックに分かれその後、えー、カトリックから、えー、プロテスタントに 別れることになります。はい。えー、当時のローマ教皇はドイツで免罪符の販売を始めました。え免罪符というのはまあ、紙切れを販売して、これを買えばね、お金を払えば犯した罪が軽減されるんだとね、ローマ教皇は言うわけです。はい。そこで批判するのがルターやカルバンです。 えー、ルタやカルバンは信仰のよりどころは神の言葉を記した聖書だけなんだと宗教改革を起こしカトリック教会からプロテスタントを分離させるわけです、まあ、こうして主に3つの宗派に分かれていくんです。はい、えルネサンス古代のギリシャローマの文化の復興を通じて人間中心のあり方を追求していこう。 ルネサンスや宗教改革、エルターやカルバンによる宗教改革により人間の尊厳という考え方が育ち、はい、社会契約説も発展していきます、はい、社会契約とは一言で言えば自分の身の安全を守るための契約のことですはい、それでは近代科学の考え方について えー、観察や実験により自然を捉ええ直そうとする考えが生ままれてきますはい、ポーランドの天文学者コペルニクスやイタリアの物理学者ガリレオ・ガリレイそしてドイツの天文学者ケプラなどの、えー、人物が観察や実験により自然を捉え直そうとする考えを持っていくわけなんですけれどもえこの、ねえー、出てきた3人というのは地動説という 考え方を指示しますはい地動説について見ていく前にまずは天動説について見ていきます。はい天動説とは地球の周りを月や太陽惑星や恒星が回るという考え方が天動説ですえ。昔の人たちは、ね、自分たちの住んでいる地球が宇宙の中心であり地球の周りを月や太陽惑星や恒星が回っているんだ。 と考えていました。まあ、この考え方が中心だったんですけれども、えー、地動説という考え方が、えー、正しいんじゃないかという人たちが出てくるんですよね。地球が中心ではなくて太陽が中心で、えー、その周りを地球であったり惑星が回っているんだ。 これがまあ地動説ですよね、はい。この地動説を唱えるのがコペルニクスやガリレオ・ガリレイケプラーです、はい、また人間の本性の観察から理性の限界を主張するモラリスト、えー、道徳的な人と呼ばれるような人もいました例えばフランスの思想家のモンテーニュやフランスの哲学者パスカルなどです、えー これら、近代科学と人間の尊厳という考え方は、私たちの時代に大きな影響を及ぼしています。はい。それでは次は、知は力なり、二つ目のお話です。はい。近代科学の合理主義的な考え方を確立する上で、大きな役割を果たしたのが、次の二人の人物です。まず一人目が F ・ベーコン、フランシス・ベーコンとデカルト、 えこの2人が近代科学において大きな役割を果たしましたえこの2人について見ていきましょうはいまずはフランシス・ベーコン、はい、この人物ですね、えー、ベーコンはえ物事を正しく認識するためには先入観や偏見にとらわれてはいけないそのためには知識が必要なんだと言いました、はいえー、フランシス・ベーコンはイギリスの哲学者で 経験論の素とも言われます。実生活に役立たない抽象的な知識ではなく自然を支配し人類の生活を改善するような知識を追求求めていくべきであると考えました。知は力なりと言っています。はいえー、またフランシス・ベーコンは人間は4つのイドラと呼ばれる偏見に陥りがちなことを指摘しています。この4つのつイドラ 人間がとらわれる偏見を排除していかなければいけないと言っています。4つのイドラ1つずつ見ていきましょう。まず1つ目が種族のイドラ。例えば遠くにあるものは小さく見える、えー、という偏見。そして2つ目洞窟のイドラ。自分がそうだからみんなもそう思っているんじゃないかという思い込み。はい、3つ目が市場のイドラ。 噂話でありえないことを信じる4つ目劇場のイドラ教授の言うことは絶対に間違いないんだ、まあ、このような偏見に人間はとらわれがちなんだそれを排除していかなければならないんじゃないかと、えー、ベーコンは言っているんです、はいえー、4つのイドラ、えー、図で表すとこんな感じ、えー、4つのイドラが正しい知識を、えー、妨害してしまっている 正しいい、知識が見えな主、ね、この,種族のイドラ洞窟のイドラ市場のイドラ劇場のイドラを排除すれば正しい知識が見えるということです。はい、フランシス・ベーコンは人間が4つのイドラという偏見に陥りがちなことを指摘して、えー、機能法 観察や実験によってできるだけ多くの経験的事実を集め共通の一般法則を見出していく方法この機能法を重視しました、ね、なぜなら役に立つ知識を追求するためです、はい、機能法を図で表すとこんな感じ多くの共通する事項父親はハゲている祖父はハゲている叔父はハゲている,はている兄はハゲている だから、えー、結論として僕もげるんだ。というふうに、えー、導き出す方法が機能法です。はい。えー、それでは次は、えー、機械論的自然観と近代科学。三、えー、つ目のお話をしていきます。はい、えー。機械論的自然観と近代科学について。はいえー、フランスの哲学者デカルトは はい、この人物え合理論の祖と呼ばれますそして我思うゆえに我ありという有名な言葉を、えー、残していますすべ、ねえー、ての感覚や経験を疑う方法的会議を用いても疑う者としての私の存在は疑えないと言っています、えー、物事を何でもかんでも疑ってしまうが 疑っている自分自身は疑いようのない存在なんだというのが我思う故に我ありの意味なんです。はい、そしてデカルトは「えー、演疫法」明らかに疑う余地がない明晰判明なことから必然的に結論を導こうという方法「演疫法」を説きます、えー、理性を正しく使用するための方法です。 はい、それでは演劇法を図で表すとこんな感じえまず大前提として全ての人間はいつか死ぬえそして小前提として一郎は人間であるえだから結論として一郎はいつか死ぬ、まあ、このような導き方を演劇法と言いますはい、それでは、えー、今出てきた演劇法と先ほど出てきた機能法の違いについてですが まずデカルトの演疫法は仮説を実証していくのに対し、えー、先ほどのフランシス・ベーコンの機能法は事実を積み重ねていくこの2つ、えー、すごくごっちゃになりやすいのでどちらがどちらだったか、ねえー、覚えておくようにしましょう。 はい、えー、デカルトについてですがデカルトは研究対象をできるだけ部分部分に分けてその相和として全体を解明する方法をとる要素還元主義を簡単に言うと物事をいくつかの要素に分解してそれら一つ一つを解明していけば 元元の対象を明らかにでできるという考え方が要素還元主義です例えば簡単な例を出すとある野球チームを調査する時に「あああのピッチャーはああいうやつやあのファーストはよく打つぞ」というように個々の選手を研究することで「あああのチームはきっと打撃の強いチームだな」というふうに考えるような考え方これを要素還元主義というんですね。 はい、またデカルトは機械論的自然観、自然現象も機械のように分解していって数量的に把握して部分部分の間の因果関係を解明していけば全体を捉えることができると言っていますでこの機械論的自然観は、はい、ニュートン、万有引力の法則を、えー、証明したニュートンの物理学や 近代西洋医学などさまざまな分野に影響を与えましたケプラーやガリレ,オガリレイパスカルたちの研究をつなぎ合わせたのがニュートンなんですはいそれでは続いて進化論についてですがイギリスの博物学者ダーウィンという人物は「種の起源」という著書で「生物はすべて 共通祖先から進化したと主張しています。まあ、聖書とは異なるとまあ、批判を受けますが、ね、えー、進化の要因、まあ、動物とかね生物が進化する要因というのは、より環境に適応したものが生き残るんだと主張しています。生き残るという種は、最も強いものでもなければ、最も知的なものでもない、唯一生き残るのは、 最も変化に適応できるるししてあるという名言を残しています。はい、また同じ頃イギリスの社会学者のエスペンサーという人物は社会進化論ダーウィンの生物進化論を社会的諸関係にも適用できると主張していますこの社会進化論は植民地を正当化する理論としても使われました はい、えー。それでは、えー、最後に確認。下の表は人間中心主義へ向かう時代の思想化についてまとめたものである。空欄に適合を入れてみようというところをやっていきましょう。はい。えー、まず、宗教改革のところでは、31番、ルターという人物、はい、が入ります。そして32番は、えー、ドイツ。 えー、ルターはドイツの宗教改革者です。はい。続いて、ルターと、えー、同じく、えー、宗教改革を起こすカルバン。32番カルバンですね。えー、このカルバンはフランスの出身で34番スイスの、えー、ジュネーブで活動した宗教改革者です。はい。えー、次は近代科学についてですが、 3位の人物出てきますまずはコペルニクスポーランドの35天文学者ですコペルニクスは36地動説を唱えました地動説とは何だったかっていうと、えー、宇宙の中心は太陽であって、えー、地球は太陽の周りを回っているんだ はいえそして次ガリレオ37番ガリレイはイタリアの数学者であり38番物理学者でもありました、えー、このガリレオ・ガリレイも、えー、コペルニクスの地動説を支持しましたそして次39番はケプラー えー、ケプラーはドイツの40番天文学者で惑星の運動に関する3つの法則ケプラーの法則を発見しますそしてケプラーもまたコペルニクスの地動説を、えー、支持していきます、はい、え今日は近代科学の考え方人間中心主義のところを勉強しましたが、まあ、ここではたくさんの人物でできたと思います えー、これからもまた、えー、あらゆる人物登場してくるわけなんですけれども一つ一つ、えー、復習をしてしっかり覚えておきましょう。ということで、えー、今日の授業はここまでです。皆さんお疲れ様でした。はい